はい、お疲れ様です。山です。ストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン続きやっていきます。さあ次ですね。ロケーション、これ闇の大陸ってあるけどね。そんなとこでやってんの。うわすごい、爆発の後かな。ジャックの胸からカオスへの思いが消えていた。それはカオスをすべて倒したからなのか、別の理由からなのかはわからない。機能しなくなった黒水晶を諦め、倒した魔物から吹き出す霧を受け入れる。霧に包まれてみた記憶から、自らがルフェインで生まれたことを悟ったジャックは、思いもかけず自虐的な笑いが込み上げてきた。それに呼応するかのように騒ぐコウモリたち。このコウモリもまたルフェインに関係すると考えたジャックは、コウモリの後を追いかける。あ、ルフェインで生まれたの？そうなの？異世界からルフェインに呼ばれたんじゃなくて。にしては見た目が全然違いますけどもね。はい。じゃあ行っていきましょうか。はい。ルフェインの目的は何だ？俺は何のために送り込まれた？あのカオスを倒すという気持ちは何のためだ？ねえ、これが本当にルフェインの、私たちの故郷のルフェインから送り込まれたのだとすると、こっちの状況はすぐに伝わっているということね。アストスか。あいつは闇を観察し記録しているだけではない、報告もしているんだろう。さっさと魔物を倒してアストスに喋らせるぞ。はい。すごいね。なにこれ。まあ、ラストダンジョンなのかな？骨。すごいね。うおー。はーい。空に浮いてんのこれ。ファイナルファンタジーの、ラストダンジョンってこんな感じですよね、大体。昔のね。これで行く。ああ、そうか。俺、斬鉄剣使わなかったよね。終わった後に思った。これね。ねえ、かっこいいのに。島が浮いている？コウモリはあそこに向かっていったわ。つまり、アストスはあそこにいる？ならば話は早い。さあ、行くぞ。あ？アストスはなんでこの前のダンジョン攻略させたんだろうね。その間にここで準備してたのかな。お、どうも気力が冴えないな。ああ、休憩が必要なのかも。はい。さあ、なんか出た？これは読んだっけ？多分読んだね。はい。あ、でこれか。35番目。施設というよりももはや一つの島。大陸のような場所。彼らが今回この場所を選んだのは、今回？あ？ここに多くの魔力のようなエネルギーが蓄積されていたからだろう。この土地の伝承が残る第六の時空では、この場から世界崩壊につながったというが、おそらくこのエネルギーに起因するものだ。闇の総量は上がるばかりだが、あなたがここまで来れるのなら、今度こそは。この前のループまでのジャックは多分ここまで来れてないんでしょうね。なるほど。アストスでなんか考えてるんでしょうね。協力者っていうのは建前で、なんか企みがあるんでしょうね。で、なんだっけ、第6の時空か。
ファイナルファンタジー6の最後もね、最後どうだったっけ?6 は、仲間になる人が結構多いんですよね。で、3分割してラストダンジョンに挑むみたいな感じだったと思いますね。こんな感じの場所ね。うん。はい。どうしようか。そこ行くか、こっち行くか。これ壁か。あ、いや、行けるんだ。お出ましね。降りかかる火の粉は払おう。はい。見せた。行け。壊れろ。じゃあ斬鉄剣使おうか。扱えない。魔力が蓄えられているのか。ああ、どっか行った。いいな。暴れさせてもらおう。まあまあだったわね。よくやったな。次も頼むぞ。せっかく使ったのに。魔力が一気に回復したんだけど。蓄えられてるっつった。ん?よくわかんないな。ちょ、戻ろうか。多分ね、こっちが順路だと思うんですよね。で、こっち見とこうか。どれが敵かわかんない、なんか。あれ、敵じゃない?あ、これが魔力が蓄えられてるってやつ?おーおー。すごい。あっち行けるんだ。ええ?気持ち悪い。仲間を求めた者たちの道。あ、三分割してんのこれ道を。違うかな?おい。おい。他に敵はいないわね。まだ先はあるんだ。頼むぞ。ちょっと斬鉄剣を早く当てたいんだけど。いいものかな。斬鉄剣。多分ゲージ2つ使うんですよね。お。大丈夫。おい。骨が。道を塞ぐな、邪魔だ。すごい。俺をここへ送り込んだ連中は世界がつながることを恐れている。つまり切断したはずの過去が蘇ることを危惧しているわけだ。それは突然消えたルフェインの話。伝説も全くの嘘というわけじゃなかったな。やめだ。つながることを恐れている。てか別に、ジャックたちは記憶がないだけで、元はルフェインの側の人間なんだから、ちゃんとね、理由を思い出させてあげればいいんじゃないですかね。あと敵対しなくていいんじゃないですか。おい。気配が変わった。ああ、ちょっと。もうせっかく使ったのに。でなんでこっち来るのお前。はい。お、なんか危ない。捕食。オッケー。面白くなってきたな。え、展開だね。よし。斬鉄剣ってなんだ。体勢が下げられてる。任せてもいいか。はい。本気だね。危ない。え、危ない。そんな、ジャックが、ジャック。やられたんですけど。はい、倒した。そういやだけど、このレベルちょっと高いんでしたね。ミッションレベルのとこにびっくりマーク出てるんで、多分今の装備、あ、今が101か。平均装備レベルがね、112なんで、まあ強いんでしょうね。で、今の手上がった。108に上がった。おー、かっこいい。ちょ、みんな、みんなちょっと装備が合わさってて、これはこれで面白いね。ってなると、ネオも変えてあげようか。これ何?ウィズダムローブ?あ、ないわ。ないっすね。まあ装備できないのかもしんないしね。そもそもね。
マサムネ。うわぁ。いい刀がね、いっぱい手に入れますね。いいというか名前がね、強いね。なんだ？今もちょっとあれが外れるんですけど、まあ強いんで変えようか。そうか、暗黒属性付与がないのか。はい。いや、マサムネにしといて、断雲かな。雲を立つんだって、わざ。おお。おお。しかも、MP1 で使えるんでいいですね。はい、斬鉄剣ってなんだこれ。この攻撃で倒せば、倒したり、ブレイクした敵はソウルバーストされる。しかも貯められるんだ。そういうこと？でっかい骨。壊せる。うわ。なんかいる。降りたらちょっとこれ戦わないとダメだね。おう。やべ。ネオン、任せてもいいか。当然、男に耐えられるのはいい気分よ。あ？邪魔だ。待って。ナイスだ、ジャック。おい。痛いで。いい、なんか。この装備のせいかな、なんか浄化しに来た人たちみたいですね。まだいた。さてと。サンダー、クエイクか。出てきたか。降りかかる火の粉は払おう。終われろ。はい。これいけるでしょう。はい。見つけたわ。どこ行ってんのかよくわかんないな、これ。多分だいぶ取りこぼしてんだよね。骨。やたらと骨があるね。ああ。こっち行く？まだ。大丈夫か？キューブがある。キューブがある。嘘。あ、そういうことか。だからこっちのルートの多分、到達地点ですよね。キューブ。あ？何これ？え？上に行けるの？あれ？あ？ちょっと待って、マジでわかんないな、これ。キューブ触れる？うわぁ、ちょっと待てよ。キューブ触れる？ボスではないのか。お出ましね。叩き潰すぞ。おお、危ない。おい、もうあいついる。ちょっと待って。やべ、体力やばい。間違えた。危険な状態かもしれないわ。間違えたし、ちょっと良くないな。ネジね、かけといて。健康だ。さて。来てんな。はい。こいつが邪魔だな。毒か。はい、倒した。健康だ。こいつはすごい。ご満悦じゃ。あ、サンダーが弱点なんだ。お。危ない。
消え失せろ。倒した。で、お、なんか光る石、石じゃない。多分これでなんかあんのかな。ん？戻るだけかな。あ？これ魔力だけかな。これ魔力か。いっぱいあるね。ん？キューブがある意味ってなんだ？うわ、うねうねしてる。持ち歩。うん。どっか来た。ん？うわぁ、壁だ。またか、お前。で、サンダー弱点だけど、なんかそんないんだな。体勢が下げられてる。本気な噴出口をどうにかしないとね。早いうちに壊そう。いけたんじゃない？技が使えなくなった。だいぶすっきりした。ここまでやってくれると気持ちいいわ。地面が揺れている。崩れるのか。え？空の上で？ここから離れる。急げ。離れる。意外と大丈夫？そんな悠長には知らないか。やりすぎたかもな。知ったことか。それよりも分かったことがある。闇の気配が一瞬で消えたよね。ああ。他の像もぶっ壊すぞ。ぶっ壊すぞ。ああ。これをやっていくわけだ。あっと。赤いお願う道具。ああ、最初のところに戻ってきたね。ちょっと待って、これ結構取りこぼしたと思うんですけど。ここだっけな？ここは、あ、上に行けるんだよね。そう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 。上に行けるし、ああ。待って。ちょっと待って、今ここに、ここもそうだし、次の場所もなんか、ロープ伝って上行けたよね。あ。あ、宝箱。全然取ってなかったもんね。アビスマスク。何それ。さてと。いけるぜ。おい、天候だ。これ落ちても大丈夫ではない。危な。敵はいない。あ、なんだこれ。まあもしかしたら FF6 の、お？え？ぐるっと回ってきた？まるで抜け道だな。戻りは楽ができるぞ。あそこにキューブあるよね。ちょ待ってね。わかんなくなってきた。え？赤い骨が同系。ああ、ここに来るんだ。ここは、最初の場所があそこっすよね。ん？ここら辺、ん？ここら辺じゃなかった。ああ、あれだよね。あのキューブだよね。あそこから、ああ、壁だと思ってたんですけど、敵を出すね。違ったね。はい。で、この、縄ばしごが、さっきのボス前のあれだよね。はしごだと思う。この車ちゃんと見たような気もするんだけど、どうだろう。どこまで見たかな。お、なんだこれ。協力者の計画の概要は下記の通りである。我々では干渉しづらい神秘の存在であるカオスに対して、ストレンジャーが制圧を行った後、あえて闇の総量を増やし、生命の感情を最大まで負に傾けるというものだ。これにより人類が魔物へと落ちる可能性もあるが、同士打ちを行わせるなど、駆除の手間も、
闇の総量も容易に減らすことが可能になる。人間がひたすら闇だけに傾く魔物になるのであれば、むしろ駆除をすれば良いだけという面で制御しやすくなる。その際、争いなどで生じるエネルギーをよこせと協力者から提案があったが、我々にとって不要なものなのでこれを承諾。ストレンジャーがカオスを討伐し次第、蒸気計画を実行に移し、彼らを帰還させる予定になっている。このことはアッサスに伝達済みである。ある。ん？協力者とアッサスは別物？かな？統一してそうだもんね。最後にアッサスっていう風に明かしたってことか。なんだろうね。書き間違えたのかな。まあこの海賊がやばい感じ、闇に取り憑かれたのはそういうことか。そういうこと。どういうこと？あえて闇の総量を増やしたんだよね。だから、クリスタルを、解放したら、なんか世界がやばい感じになってたじゃないですか。それは、通常の解放の結果ではなくて、あえてなんかこう、闇がね、出るようにしたってこと？ルフィンが。で、その結果、まあ海賊とかが魔物を交わしたんだよね。はい。ってなれば、駆除すればいいだけで、管理がしやすくなったって言ってますけどもね。まあ。だからあの海賊騒ぎは、まあアッソスとルフェンチのまあ計画通りということで。はい。当たんないと。当たらないと。嘘。敵がいる。さっさと片付けましょう。はい。嘘。微妙に残んのやめてくんねえかな。終わりだね。おい、落ちた。もう終わり？つまらん相手だったな。ああ。飛んでるやつが落ちてくんだな。よくわかんない、ね。はい。で。で、あ、イージスの盾ですね。これも、ほぼ最強の部類に入るんじゃないですかね。で、ここはどこですかと。あ、違う、こっちから来たんだ。こっちから来て、で、あ、あ、こんだけか。あ、はい。はい、戻ってきた。で、こっちは見たということで、こっち行きましょうか。ね。で、まあさっきのルフェインレポートだっけにあったけども、うん。ストレンジャーがカオスを討伐し次第、蒸気計画を実行に移し、彼らを帰還にさせる予定ですと。うん。お出ましね。ジャック、やってやろう。まあ、問題なのが、おい、ストレンジャーがいろいろ忘れてることだよね。計画なのであれば、ね、伝えてるでしょうしね。そのことはね、それを忘れてるのがちょっと問題ですよね。おい、ガードできた。おい、なんとか勝ったな。で、忘れてることもルフェンジは多分把握してんだよね。ってことはあえてなのかな。おい、ジャックたちが記憶を失ってることも、なんだ？もうなんかこのままうまくいってるから。ルフェインはどこにあるんだろう。こことは切り離された場所らしい。距離的にはもちろん、おそらく時間的にも。思い浮かべるのが難しいな。あなたが血を這う虫だとする。ルフェイン人は空高く舞う鳥。あなたを食べはしないけど、あなたの庭に糞を落とす。ひどい。ここからだ。会話なようで会話になってないような。まあルフェイン人のやりたいこと本当にもうだから、この。おい。OK。まあ、ここの管理なんでしょうけどもね。
よっしゃ。ねえ、だから多分ただ管理をしたいだけなのかな。で、そのために闇とか光とか、そこの僧侶をいじってますと。お？この下行けるサボテンがいます。どうしようか。あー、そっちに行くんだ。あ？さてと。いや！です、風で。地面が邪魔だ。おい、この技いいですね。ね、邪魔だ。うん、あ、これ毒沼かと思ったけど違うね。普通に赤いだけだ。で、あの、危ないよね、こういうの。落ちるよね。変更だ。で、この向こうにいますと。しびれろ。幕を引いてあげなさい。サボテンだ。とどろけ。止め。待て。おや。オッケー。あの人。敵忘れてるんですけど。おい。警戒した方がいい。危ない。あ、こんなもんかな。お、源氏だ。源氏シリーズですね。あ、いいね。源氏の小手とか。おお。いいし、その盾。この見た目、あ、あれ。ガイザーシールド。あー。そうか。ちょっと残念っちゃ残念ですけどね。物ぼっててる。勝手に書いてますね。ね。見た目がちょっとね、使い回し感ありますけども、それはちょっと残念かな。まあ、一個ずつデザイン作るの大変か。回復しといて。いけるぞ。これで行く。ん？ほんと分かりづらいなぁ。まあ、今までのマップもね、一部分かりにくい場所はあったんですけど、ここはひどいね。こっちから来たのか。で、ここで戦闘したのね。はい。あー、まあ、ワームぐらいなら。これいいんすよね。ネオン、任せてもいいか。めっちゃ来てる。なんか吸った。壊れろ。おい。あんまちょっと見てなかったんですけど、地面潜った、ん？地面からなんか毒の成分みたいなの。吸い取ってたよね。あの状態で攻撃を食らえば、お？何？毒蓄積入っていたかもね。源氏。すげえな。キューブだ。調べておくか。はい。ってことは？壊すべきあれがあるのかな。さてと。リジェネつけといて。ここからだ。ん？なんだあれ。これでいく。お前じゃないですけど。やれろ。うわ、すげえ。なんだこれ。あ、アーリマン。おい。よく動く目玉だ。目玉。鬱陶しいから閉じてもらおう。鳴り響け。決めろ。オッケー。
ちょ。お疲れさ。苦しもがいてたね。苦しみ。アーリン。おい。見にくくてね、あ、これでボスの間に行くんですか。これはショートカットかな。あら、元の場所に繋がったのね。探索には重要な道だ。これで来やすくなるということで。これで行く。もう一回ちょっとリジェネかけといて。いけるぞ。うん。また石像がある。おお、またお前か。してしまう。だが目を離す。こいつ敵を呼び出す気だ。弱点を見つけた。痛い。痛い。なんかいっぱい出てきた。おい、ちょい、ダメよジャック。嘘。任せてもいいか。ジャックに降りかかる火の粉は。よし、斬鉄剣。黙らせてあげましょう。斬鉄剣。もう使えない。おお、なんだ。お前がメテオ使ってんのか。なんとしても倒す。しましょう。おい、うん、行こう。壁がメテオ使ってたんだね。すげえ。あれさ、これ FF6 のボスかな。みんなちゃんとついてきてるわね。ああ、みんないる。大丈夫だ。おお、さて残すぞ。あと一つ。さあ行くぞ。すごい。さあ、で、あと行こうか。はい、ということで、じゃあ今回はこれで以上です。ん？リジェネガシェルが、誰が使ったんだ？ソフィアか。あー、賢者でってことかな。ちょっとソフィア手放せなくなってきたな。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。